ああ、親には見せられないな、この姿。ケイちゃんの罰ゲームスタイルもそろそろ村の名物になりつつあるね。ケイチ君の白鳥さんもいいけど、さとこちゃんとリカちゃんのメイドさんも可愛いね。お持ち帰り。監督、メディア、どこから現れたのですか？さとこちゃんのいるところ、常にこの入江京介の影あり。ましてやそれがメイドさんの姿をしているなら、いかにとやせん。日本語を間違ってますよ、監督。さとこちゃん、そしてリカちゃん、あなた方のような存在は世界の宝、人類の希望です。どうかいつまでもその汚れなき姿のままでいてください。その発言は危ないと思うぞ、いろんな意味で。みんな相変わらず仲がいいのね。中野さん、富武さん。誰だ？ああ、圭一君は初対面だったね。こちらは富武さん。毎年綿流しのお祭りの写真を撮りにこの雛見沢へいらっしゃってます。よろしく。で、うちの診療所の高野美代さん。あなたが前原圭一君？ん？評判は聞いているよ。愉快な男の子が転校してきたってね。バカ！取らないでくださいよ！